たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスリプロドクス大救出作戦。間違いない。これはジュラ紀のジャングルだ。君、すまんがもっと低空へ降りてくれたまえ。地質学の貴重な資料を集めるんだ。頼むよ。あ、出た恐竜だ。何？ディプロドクスだ。オンフリー大本部。こちら、ロンドン大学ライアン教授だ。今、ディプロドクスを発見した。我々の位置は。チャコ、何があったんだ。博士、ロンドン大学のライアン教授からディプロドクス発見の無線連絡があったのですが、すぐに通信が途切れました。何？無線の故障じゃないのか？いいえ、そうじゃありません。通信が切れる寸前に教授の悲鳴が聞こえたんです。事故だ。きっと何か事故を起こして墜落したんだ。チャコ、墜落推定場所は？はい、それは多分アラビア半島の M243 地域だと思います。パパの飛行機が事故？トミー、君のお父さんは我々ボンフリー隊は必ず探し出す。ここでね、私と連絡を待とう。いいな。トミー、大丈夫、失敗するな。俺たちに任せておけ。さあ、進もうだ。僕も行く。パパのところに連れてって。トミー、待ちたまえ。トミー、マサオ。はい。トミーのことは頼んだぞ。ドンと一緒に必ずトミーの身を守ってくれ。頼むぞ。はい。ボーフリーのやつら何か見つけたようね。陸位置は？位置はとアラビア半島のハド岬沖海上250キロですね。陸、私たちも出動よ。すごいジャングルだな。本当だ、見渡す限りジャングルだ。これじゃあ教授を見つけ出すのは大事だぜ。
トミー、心配するんじゃないぜ。君のお父さんを必ず僕が見つけ出してやるよ。ありがとう、マサオ君。よし、捜索開始だ。ガラ、暗号表と地図を出してくれ。オッケー。なんだいこれ。マサキ博士が新しく作った暗号表だ。今から無線連絡は全てこの暗号を使うことにする。レディバトラー一味には何としても無線を盗聴されたくないからな。分かった。猫、この辺りの日没時刻は午後7時25分よ。あと3時間か。みんな、俺の話を聞いてくれ。シンデレラを探し出すには、まず7人の小人を発見することだ。その近くに必ずシンデレラがいるはずだ。なんだいそれ。シンデレラとはライアン教授のことさ。7人の小人はディプロドクスの暗号よ。ダメだな、ゴンさん。いや、すまん。すぐ覚えるよ。いいか、もう一度言うぞ。ライアン教授はディプロドクスを発見した地点で墜落したものと思われる。だからまずディプロドクスを先に探す。しかしこのジャングルでは地上から発見するのは難しい。俺は空から行く。ピコリ小屋発見。 1XA521。なんだっけな。キコリン小屋は湖のことか。了解、すぐ行く。キコリン小屋？何よこれ。暗号ですぜ、多分。なんだって。チキショー、味なことするじゃないの。リック、ボンフリが着陸した場所はちゃんと分かっているんだろうね。もちろんです。この辺りですよ。よし、そこへ装甲車を下ろして。こうなったら奴らを徹底的に尾行して、恐竜をぶち壊してやるわ。キコリ小屋の周りに7人の小人の足跡なし。念のために小屋の中を調査してみてくれ。了解。捜索はまだ始まったばかりだぞ。そう焦るなよ、捜索終了。ひこり小屋に7人の小人なし。うちにボンフリーの車輪の跡を発見するのよ。はい。リック、ボンフリーの位置は北北西約20キロです。XL441に小さなキコリ小屋の村を発見した。了解、急行します。水草がない。7人の小人が食べたらしいぞ。何？本当か？ゴンさん、クリーピングで捜索だ。了解。なるほど、ジョージの言った通りだ。この近くに確かに7人の小人がいるに違いないぞ。足跡だ。7人の小人の足跡を見つけた。はい。シーガル確認。これから足跡を辿ってみる。7人の小人だ。
人の小人は XO511 のジャングルに向かっている。了解、30分後に到着の予定。30分もかかるのか。しまった、あと15分で日が沈む。お、7人の小人はジャングルの中に消えたぞ。パパは、シンデレラは見つかったの？いや、残念だがこの地区にシンデレラはいない。それにトミー、まもなく日没時刻だ。これ以上シンデレラの捜索をするのは不可能なんだ。やめないで、パパを見つけるまで探し続けて。分かっているよトミー、撃てるだけの手は撃つが、このジャングルでは夜の捜索は見込みがないんだ。君たちは野営地を探してくれ。そんな、パパはどうなるの？パパは…206のキコリ小屋に恐竜探知レーダー投下。XR223の小さなキコリ小屋に恐竜探知レーダー投下。出たわよ。レコ、何か情報は？いいえ、何にもよ。そうか。ジョージ、どうする？もしもライアン教授が生きてたにしてもだよ、ジュラ紀のジャングルには毒蛇とか毒蜘蛛、それにサソリ類だってうようよいるんだぜ。もしかすると肉食の恐竜がいるかもしれん。教授たちがこの夜を生き延びるなんて奇跡だよ。眠らせただけだから。君がトミーね、聞いたわよ、高性能集音マイクで。お姉さん誰？かわいそうに何も知らないのね。私はレディーバトラ、ボンフリーの奴らは本当にひどい人たちばかりね。人間より恐竜の方が大切なのよ。あいつら君のお父さんを探すふりして、本当は恐竜を探しているのよ。私の父だってあいつらに見殺しにされて死んだのよ。君のパパだって。そういえば、七人の小人ばかり探してた。七人の小人って？ディプロドクスのことさ。あ、いいのよ、私は君の味方なんだから。じゃあ、シンデレラは？パパのこと。キコリ小屋って？湖のこと。そう、トミー、あいつらに騙されちゃダメよ。君のお父さんは私たちが探し出してあげるわ。本当？うん。その代わり、これであいつらの情報を送って。怪しまれないうちに行って。パパを助け出してくれるんだね、必ずだよ。もちろんよ、任せてちょうだいな。プロドクスの心臓音をキャッチしたぞ。場所は XR223。 レコ、夜明けまでにどのくらい時間がある？35分よ。
ディプロドクスが見つかったよ。場所は了解よ、トミー。あとは私に任せてちょうだい。リック、起きるのよ。なあ、負け者。その近くあるやつだ。モンさん、急げ。了解。お、シンデレラだ。シンデレラを見つけたぞ。パパは、パパは生きてる？これから調べてみる。急いで、急いでね。救助信号だ。教授は生きているぞ。本当？パパを早く助けて。了解。ん？待てよ。お、あれは？レディーだ。奴らはディプロドクスを狙ってるぞ。危ない。ディプロドクスが逃げていく先には教授がいるんだ。出るがいいぞ、フリタイ。お前たちの目の前でディプロドクスをこっぱみじんにしてやるわ。やめろ。よくも邪魔したな。弾を込めて。はい。ケリードンキー、ケリードンキー、急いで現場へ急行してくれ。頼む。ディプロドクスさえ殺せば教授なんてどうでもいいのさ。ひどい。それじゃ僕たちの約束は、約束はどうしたの？そんなもの関係ないわよ。トミー、じゃあ君は？やめろ、レディ。弾がない。ちくしょう。おのれ、ディプロドクスと一緒にシーガルも吹っ飛ばしてやるわ。あ、待っていたぞ、キャリードンキー。ライスキュー、教授のヘリコプターを救出してくれ。余計なことするんじゃないよ。よし、あの邪魔な飛行船を狙え。あ、キャリードンキーが危ない。よし、冷凍砲を撃ち込んでやる。Ah!
クターがディプロドクスに踏みつぶされてしまうぞ。麻酔砲だ。じゃあ麻酔砲しかない。撃って撃って撃ちまくれ。よし、トミーのやったことをどうか許してやってください。ねえトミー、恐竜資料館行って恐竜の標本見てこようよ。面白いよ。さあトミー、マサオ君元気を出して、行こう。どう行くんだ。頑張れちびっこ恐竜、みんなも応援してね。